はい、こんにちは。医学部受験塾メディケイト塾長の細井です。丸山です。はい、今日はね、横浜校室長ですね。頑張ります。丸山大先生、はい、はい。横浜校もね、なんか順調に生徒さんが集まってるそうで、結構たくさんお問い合わせいただいてますね、今。はい、校舎も綺麗ですしね。うん、周りにもなんか医学部受験塾同じビルに入ってたりとかね、いっぱいありますね。そうですね、エリア的にはすごい暑い場所なんでね、横浜近辺の皆さん、ぜひ横浜校の方にお問い合わせお願いします。さて、今回はですね、何ですか？ちょうど昨日ですね、共通テスト終わって、いろんなこう、引きこもごもの声が聞こえてきてるじゃないですか。引きこもごも、どっち、ひの方が多いですかね。そうですね、きはあまりちょっと聞いてないですけども、はい、いや、虐殺に近いようなね、数学半端ないですね。やばいですよね。てか、もうビリおじさんはシュークリームがしょっぱいって言ってましたね。涙が止まらなかったんでしょうね。そんなことあるみたいな。だってね、あのレベル、まあ言うなれば高校生とかにも落ち着いてるじゃないですか、はい、ね、年齢的にもね、実力的にも。それでもね、あれだけのちょっとね、苦渋を舐めるというか、何が起きちゃったんですか？何が起きたんですかね。でも、あの河合とかのこの予想平均点数を見ると、昨年比でマイナス20点で出てますよね。まあ、やばいですね。まあ、詰まるところ、まあ本当にボーダーがまあ少なくとも 2-3% は変わってもおかしくないっていう状況で、まあみんなできてないんでね、そんなに悲観する必要もない可能性はありますけども、やっぱりね、難しくなると差が出ちゃいますよね。そうですね、できる子はできてた子もいたので、いやー、ツイッターで871点っていうね、リサを受ける子もいましたからね。すごい、いや、関係ねえんだなって思いましたね。どうすればいいですか、医学部受験生、これミスっちゃったら。なので今回はちょっと昨年度のデータを参考に、ボーダーが低かった大学を8校紹介したいと思います。おお、つまりセンターこけちゃったっていう人でもまだ受かる兆しがある大学、国公立ですね。はい、まず一番、じゃあね、その中でも受かりやすかったというかね、去年のボーダーが低いのはどこ大なんですか？去年のボーダーが一番低かったのは弘前大学になります。はあ、なるほど。弘前ね、青森。はい、まあ確かに弘前は、まあ、結構逃げ道としてうちでも使う時ありますよね。実際ね、やっぱり地域枠もかなり多いですし、やっぱりね、雪もあるせいで、やっぱりちょっとね、行くのに障壁がある大学であることには間違いがないんですが、まあもうね、こうなったらもうなりふり構ってられないっていう人は弘前大学ね、いいかもしれないですね。そうですね。あと弘前大学は前回の数学が簡単な大学でも紹介しましたけれども、二次試験がちょっと特殊な、あの総合問題の大学ですね。はい、英語の科学的な長文が出される大学なので、英語が得意な人は弘前に出して勝負してもいいかなと思います。編入試験でもやっぱ弘前って間口がもともと広かったんで、まあ、よくね、なんとか滑り込みましょうみたいなね、あったんですけど、またそれもちょっと変わっちゃったんでね。ちょっとまた弘前のね、扱い方変わってきますけども、とりあえず去年はボーダー低かったってことですね。そうですね。はい、その他は？その他ですと、なんかやっぱりね、なんか編入でよく見るところに共通する部分もあるとは思うんですけども、そこが大体何パーセントぐらいのボーダーだったんですか？大体80-81% ぐらいですね。なるほど、はい、まあだからやっぱり医学部ね、国公立行くんだったら8割は必要ってことですね、少なくともね。そうですね、例年であれば8割がボーダーになるのかなっていう感じでしたね。なるほど。まあそれで、ね、今年はね、2-3% 落ちるとして、まあ78ぐらいまでは許容になる可能性が高いかなと。そうですね、ただ理系全体で50点程度点数が下がるって予想も出ているのでもしかしたら75-76ぐらいでもボーダー超えられるかなってっていう可能性はあると思います。なるほど。まあだから結局ね、その要はまあ全体では50点落ちたとしても、結局ギャップがついての50点落ちですから、下が大飛散して50点落ちちゃってると、やっぱ上位層はそこまで50点差もつかずにっていう可能性はありますもんね。そうありますね。やっぱ医学部受験を考えるっていう時点で、もう社会一般的にはね、かなり上位層になりますからね。じゃあそこでレンジでどんぐらいの差がね、例年に比べてついてるかっていうと、またちょっと話変わってくるって感じですか？そうですね、うん、ただあとは共通テストと二次の比重ですよね。確かに共通テストの配点が高いところを狙ってしまうと、どうしてもそこで決まってしまうので、二次の配点が高いところを狙った方がいいっていうのは間違いないですね。そうですね、まあもうあるあるですけども、やっぱりね、センターで爆裂取れちゃったら、もうぶっちゃけセンターでね、ほぼほぼ決まるような大学もありますから、そういうところをもうインバウンドチャンス狙っちゃうっていうのもありですし、いや
なんとかね、一流の望みをかけて、実際、やっぱ共通テスト苦手で、二次は無敵みたいな人、本当にいますからね。いますね。うん、だから記述式に自信がある人はそういうとこを狙わなきゃいけないんですけども、じゃあ、実際この二つを掛け合わせて、ボーダーも低いし、二次比率も高いとこって、どこがいいんですか、じゃあ。先ほど紹介した大学の中ですと浜松医科大学、大分大学、そして高知大学は共通テストの比率が 50% を下回って、とじゃあ二次挽回が半分以上効くっていうことなんですね。そうですね、二次の比率が6割から5割超えの配点になってますので、二次の頑張り次第で十分に逆転はあるかなと思います。なるほど。浜松医科大学は、まあ、共通テスト7割台でも受けられるんじゃないかっていうふうに言われてまして、うん、でも二次の問題が結構やっぱり単科医大なので難しいんですよ、はい、かつ理科が2科目で120分なのでかなりスピード勝負の要素を呈してくる。なるほど。となるとやっぱり実力がある人ほど二次試験点数が取れますから、そこはやっぱり実力ある人はそこに勝負かけてもいいんじゃないかなと思いますね。確かにね。だからもともと私立も併願してるよっていう人で割と難しい問題も取り組んできたっていう人にとって、まあ共通テストやべえしくっちゃったっていう人は浜松理科とかいいですよね。いいですね。うん、だから共通テストはしくったけども二次でかなり挽回できて、しかも難易度がそこそこ高いですから、はい、差がしっかりついてね。だからまあ受験とか、まあ、順天、日、そういうところも対策してきた人にとってはめちゃめちゃ刺さるかもしれないですね。いいですね、うん、あと大分大学も医学部専用問題での出題になるので、これも問題の難易度は高くなりますね。その他、そこら辺の情報でいうとちょっと詳しく教えてください。その他ですと、さっきの中ですと福井大学ですね。福井大学もちょっと二次試験に癖があるので、あまり、合格ラインとしては点数は高くならないと言われてます。6、7割ぐらい取れれば、うん、2次の合格点には到達できるっていうところですね。福井はボーダー結構低いんでしたっけ？福井はボーダーが大体 81% ぐらいですね。ああ、なるほど。じゃあやっぱり 81、2% の人たちがやっぱ困るわけですよね、うん、どこに出すべきかね。そうですね。自分のその特性で決めなきゃいけないし、かといってもちょっと上位を狙える共通テスト点数ではないからこそ、戦略的にいかなきゃいけないってことだね。そうですね。あとは傾斜配点とかにもよりますよね。ああ、確かに科目ごとの。はい。先ほど挙げた大分大学ですと、二次試験の理科の配点が200点と、英語100点、数学100点に対してちょっと高くなりますので、ああ理科が得意な人はぜひ大分大学って感じですね。なるほど。あ、2科目で200点ってことですか？200点ですね。ああ、じゃあ同等に見られるってことなんですね。はい、はい、はいはいはい。あとは逆に佐賀大学だと理科の指定が物理科学でも決まっちゃってるので、そうですね、はい、生物である人は受けられないので注意してください。なるほどね。いやー、まあなかなかね、そこら辺の特性を全部把握して受けるって結構難しいと思うし、なかなかね、要は情報もね毎年毎年変わったりするからね、もうそういうのもしね、疑問ってあればぜひね、うちの方に問い合わせくれればね、少しアドバイスができます ね、 すね、はい、はい、あとは細井先生、共通テストが終わって二次試験まであと1ヶ月弱、はい、1ヶ月強っていう時期になってきましたけども、いわゆる共通テストボケっていう現象が毎年起きるじゃないですか、はい、何したらいいですかね。まあとりあえずですね、僕は1回そのもうちょっと前に解いてた難しい問題集に1回戻った方がいいと思います。要するにケツを叩くってことですね。まあ例えばですけど、その共通テストの対策って、まあ、1ヶ月前ぐらいから本格的に始まると思うんですけど、その前って、まあ、言うなれば志望校の過去問だったりとか割と難易度の高い問題集を、まあ、最終フェーズとしてやってるわけじゃないですか。でその時につけた丸バツっていうのがあると思うんですが、要はこの1ヶ月間のこのマーク対策によってやっぱそういうものがやっぱね結構すっぽ抜けちゃうんですね。顕著なのはやっぱり英語と数学で、どうしてもこうね考える癖みたいのが抜けちゃって、数学とかなんてね、もう本当に時間との勝負になっちゃうから、まあ、反射で答えるような数学の解き方になっちゃうんですけど、実際二次ってそういうもんじゃないので、ちゃんと考え抜かなきゃいけないし、ちゃんとケアレスミスもケアらなきゃいけないんですけど、マークですからね今回はね。だからそういう戦い方、ファイティングスタイルが全然違うので、まあすぐにその昔やってた問題集、つまり新しいものを始めるっていうのは結構リスクなので、昔やってた問題集に戻ってください。で自分が今まで つけてきた罰だったりとか評価が悪いところをバーッとね、なるべく数日以内に見直せるようにして、まず勘を取り戻しましょうと言いつつもですね、もう始まっちゃうんですよね、私立がね。すぐ始まりますね。そうなんです。まあ岩手さんとかね、国際医療さんとかからね、皮切りに、まあ、私立受験が始まっちゃうので、その私立受験の、まあ、対策というかね、過去問を見ながら復習しなきゃいけない人もいます。
つまり私立受験が結構重なっちゃう人っていうのはなかなかその昔の問題集に戻って悠長にやってる時間がないので、もうちょっと受験の中で勘を取り戻していって国立まで持っていくとか、慶応のとかね、要は後半の高難易度の要は私立受験まで持っていくっていう方法が考えられますね。だからまずはですね、もうこのなまった体をとりあえずね、もうプールに突き落としてくださいね。問題というプールにねドボンして、でやっぱりね泳ぎ方は覚えてるはずなんですけど、最初はねやばい、どうやって泳ぐんだっけっていう風になってちょっとね要は溺れちゃう時もあると思うんですけど、もうこればっかりはね一から陸でねこのねクロールの泳ぎ方からもう説明していくわけにはいかない、そんな時間はないので、もう一回ねもうプールに落ちちゃうのが一番いいんじゃないかなと、まあ一番速攻性のある勘の戻し方かなと。はい、それではですね、とりあえず共通テストお疲れ様でした。まあね、この結果で人生が決まるわけではありません。これからね、ちゃんと戦略的にデータに基づいて志望校選びをすれば、今年受かる人もいるし、受からない人もいると思います。もう同じね、81%、80%、まあ今年に関してはもうちょっと下の、このね、ちょうど医学部合格のボーダーの共通テストの方々っていうのは、もうここばっかりは本当にね、ある意味テクニック勝負になってきます。もうゴリ押しで今からね、成績上げようとしても難しいですから、自分のこのね、パラメーターにフィッティングした大学を選択するってことが非常に大事になってくるし、まあなんなら別にもうどこ大行こうが、もうあんまり馴染みのない県であることの方が多いと思いますから、そこに縛られずに、とりあえず今年進学するんだ。ね、最悪別にね、そこが気に入らんかったら来年仮面浪人すればいいんですけども、まあそのまず大学に入らないと、医学部に入らないと、まず医者になるっていう最低限のハードルを超えられないことになりますから、そこはね、しっかりと今年ちょっとミスったとしても、まず今年の受験はしっかりベストなパフォーマンスで乗り越えられるようにしてほしいですね。そうですね。ということで今回は、共通テストも相まって共通テストの結果から二次で挽回できる大学、そして共通テストが悪くても受けやすい大学について紹介しました。皆さん頑張ってください。